皆さんこんにちは。まちづくりコーディネーターの斉藤真由美です。クロスベイ新港にぎわい TV、 今回は2月18日に行われるアランマーレ富山パブリックビューイングについてお知らせします。今日は射水市地域おこし協力隊スポーツ推進コーディネーターの小林雄大さんをお迎えしました。小林さんどうぞ。こんにちは小林さん。こんにちは。小林さんもハンドボールされてるから、はい、そうですね。そうなんですよ。ちょっと息を整えて、ちょっと、はい、大丈夫です。はい、行きます。はい、小林さんが2月18日に、こちらでパブリックビューイングを企画されたんですよね。はい、そうなんです。2月18日に行われる日本ハンドボールリーグ、はい、アランマーレ富山対三重バイオレットアイリスの、まあ、アランマーレにとってはアウェー戦ですね、うん、それをここで開催することとなりました。こちらが会場ということなんですけど、見てくださいよ、画面が3つもあって、はい、すごい広い会場じゃないですか。はい、そうなんですよ、まあ、たくさん人も集まれますし、まあ、いいプレーや、はい、もうスーパープレーなどがあったときはもう皆さんで大きな声援を送ることができます。そうですよね、はい、なんかこう迫力が増しますよね。そうなんですよ、やっぱりこの大きい画面3つっていうところが今回のあのパブリックビューイングの、はい、素晴らしいところかなというふうに考えているので、はい、じゃあ楽しみですね。はい、楽しみですね皆さん、はい、なんか応援グッズとかがあったらもっと盛り上がりますよね。はい、そうなんですよ。当日はそのアランマーレ富山さんの方からスティックバルーンちょっと持ってきますね。実物もらえるんですか。はい、実はこのスティックバルーン、来場者の方全員にアランマーレさんの方からプレゼントしてもらえるということで、当日はこのスティックバルーンを使って、はい、こうやって叩いたりとかしながら、はい、応援することができます。あ、なるほど。じゃあちょっと私もやらせてください。はい、はい、どうぞ。あ、こうやってボールが入ったりしたら、はい、ボールが入ったりした時とかには、そうなんですね。じゃあ楽しいですね、はい、でもちょっとなんか興味が湧いたんですけど、はい、私はちょっとあのハンドボールの試合を見たことがないのでルールとかがちょっとわからないんですけど、そういう人でも楽しめるんですか。はい、大丈夫です。実は当日解説として自分あの実際あのハンドボール20年やってまして、ハンドボール歴20年ということで、この私が今実際あのアランマーレ富山さんの方であのジュニアのコーチをしておりまして、そのこともあって、まあ、今回のアランマーレ富山さんのパブリックビューイングの方を、はい、解説させていただくので、もしルールがわからないとか見どころがわからないとかがあれば、当日自分がその選手やチームの紹介やその試合の見どころなどを全て解説させていただくということで。あ、なるほど、はい、でしたらあの私みたいにルールとかがわからなくても会場に来ただけで一緒に楽しめますね。はい、心配ありません、任せてください、よろしくお願いします。はい、ハンドボールを見るときはなんかどういうところがなんか楽しいとかあるんですか。まあ、やっぱりあのハンドボールっていうのは空中の格闘技と言われるぐらい本当にもう飛んだりとか、あのフィジカルっていうそのコンタクト、体がぶつかったりとか、まあ、よくするスポーツで、まあ、激しいんですけど、やっぱりその中に、まあ、たくさんの面白みがあるというところで、まあ、当日はそういうところが見どころかなというふうに思います。ああ、なるほどね。じゃあルールとかなんかそういうところじゃなくて、そのなんかスポーツ自体のアクションみたいなところでも楽しめるってことですね。はい、もうルール詳しいところとかあるんですけど、実際観戦するときなどは本当にもうその試合を見て楽しんでいただくということで、まあ、細かいルールとかあんまり気にせずに見ることができると思います。はい、今年のアランマーレ富山は調子はどうなんですか。はい、かなり調子いいと思います。あの昨シーズンもあのプレーオフに、まあ、進出していまして、まあ、残念ながらあの昨シーズンはファーストステージで敗退はしてしまったんですけど、あの今シーズンもあのプレーオフ目指して、はい、頑張っていて、まあ、あのそこから1位狙えるようにさらに頑張っているので、はい、だいぶ調子はいいと思います。じゃあその日の試合自体もなんか注目の一戦という感じなんですね。そうなんです。実際あの三重バイオレットアイリス、あのこちらのホーム戦では勝っているんですけど、とアウェー戦になるとやっぱりあっちの方が有利になったりとかするんですけど、やっぱりそこを勝つというところが、まあ、チームにとってもやっぱりその成績がやっぱり良くなったりするというのもあって、結構大事な一戦となっています。なるほど。じゃあもう注目しかないですね、その日は。はい、もう注目するしかないですし、皆さん来るしかないですよね。そうですね、はい、やっぱりまあハンドボールっていうのがやっぱりあまり知られてないような地域かもしれないので、まあ、あのこれを機にあの新港の皆様にもちょっとハンドボールに興味を持ってもらったりとか、まあ、あのもし射水市でホーム戦が開幕される時とかなどは、まあ、あの実際会場に来ていただいたりとか、まあ、してほしいというのもあって、まあ、まずその第一歩として今回のパブリックビューイングで、まあ、新港の方々に、まあ、来ていただきたいかなというふうに考えてます。
2月18日日曜日、クロスベイ新港2階 ICN ホールにて。入場は無料です。会場は12時30分より開始します。午後1時半試合開始です。2月18日、皆さんのご来場お待ちしております。皆さん来てくださいね。小林さん、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。